いねえなマジでよ。おはようございます。2023年2月5日日曜日です。今日は、妙高杉の原スキー場にやってきまして、昨日志賀高原の焼けびた山滑って、もう今日も2日連続なんですけども、なんとか、朝は雨降ってたんですけど、天気は良くなって着いた頃に青空が出てきたって感じなんで、今日一日ですね、ここで滑った様子ご覧いただければなというふうに思います。普段ここはまあ、シーズンインもシーズンアウトもしょっちゅう来る場所なんですけど、まあ、東京からかなり、遠い場所になります。280キロぐらい多分あるんですけど、まあ、それだけ来る価値のあるスキー場だっていうことを、まあ、今日見てもらって分かればいいかなというふうに思ってます。では、早速この今上通ってるゴンドラですね、これ乗って上から下ります。では行ってきます。じゃあまずゴンドラに乗るときはちょっとここ下ってですね、ゴンドラ乗り場に向かいます。お、全然混んでねえ。この時間もさっき途中までは結構晴れてたんですけど、やっぱ上はこの時間ダメですね。こんな感じで真っ白です。第3高速リフトがこの正面なので、そこにまず乗り継ぎて、もう一個山頂を目指します。うめえなマジでよ。うわ、真っ はい、もう一発目、いつ並走されてもおかしくないんで、もうスーパージャイアント下ります。あ、でもなんかちょっと雲海、こっちの本当のてっぺんはあの雲は晴れてて、真ん中のあたりがもうガスですごいんですけど、でも結構雪も閉まってて滑りです。あ、雲がでも多いな。さて、下がこれ見えないんですよね。
この下も行けるのかな、今日でも雪が柔らかい。下から見上げるとこんな感じです。あ、この下も行けそう。普段はね、これ行けないんですけどね。お、行ける、行ける、竹。もう多分今日1回しか行かないんで下ります。怖っ。いやー、これやだな。うわ、暑い。うぅ、あぶね。ああ、すげえ傾斜。はい、じゃあこれで高速リフトに戻ります。はい、第3高速リフトに乗ってます。乗り場あたりはですね、かなりガスってるんですけど、上まで来ると、まあ、こんな感じでよく晴れてますし、今日もですね、あの昨日の焼けみたいと一緒で風がまだこの時間全然ないんで、本当しっかり滑ると汗ばんでくるような、そんな感じですね。結構こうリフトから見てると、やっぱ高速で滑ってる連中がいますね。あの意外と平気そうに見えても、親切に体がはまると出られなかったり、首が浸かるとそのまま窒息して死んじゃうんで、まあ十分気をつけてもらいたいんですけど、あの僕はまあ、あの安全に健全なコース内での滑走の様子をまあお届けしようかなというふうに思ってますんで。それでは上から下まで降ります。うわ、景色が最高。すごいよく見えます。ここら辺も人が出てくるんで気をつけないと。ここでヘアピンカーブですね。ここはちょっとあの林間コースみたいになってるんで幅が狭いです。でさっきのスーパージャイアントの、2段階になってる崖、1個目下るとここに降りられます。でこのシャグ投げコースと合流って感じですね。ここは誰もいねえ。で、これをこのまま下ってって合流のところから、一回リフトをくぐってゴンドラ乗り場の方に、結構何キロだろう、5、6キロあるのかな。このペースで走ってると本当に足がパンパンになっちゃうんですけど、ここは真っ白っすね。あ、さっきより霧が深いな。こういう時のために結構あの、まあ、僕なんかもよく明るいウェア着てるんですけど、結構色の派手なウェアを着た方がいいと思います。白とか黒とか本当目立たないんで分かんないんですよね。第3高速はこっちで、ここ連絡と、これを通過してゴンドラを降りたところの連絡とぶつかるんですよね。上の部分、山頂部分と下の部分は霧が晴れてて、ちょうど結構こう初心者とかが、お、前から来た初心者の方が滑るような
ちょっと慣れてきてこういうとこ来たがるんですけど、まあそこが今一番状況はあんま良くないですよね。こんだけガスちゃってるんで。でこのゴンドラ乗り場に目指して滑ると、もう見えねえ。あ、本当に見えねえな。結構濃いです霧が。よし行ける。あとあの右側にですね、杉の原コースっていうんだっけな、林間コース、だらだらしたあの本当あんまり傾斜のないコースがあるので、まあ、そこも今この様子だと結構ガスっちゃうと思うんで、ちょっと後で、まあ、紹介をしようかなと思いますけど、他もほとんど、初心者コースですね。もう平らです。まあ結構ワイドで幅も広いんで、まあ、いつまででも行けるよっていう感じです。ただね、ここまで来ると結構足がねもう痛いんですよ。はい、ジャイアントコース、ゴンザラ降りて右手ですね。左手が第三高速リフトのちょっと平坦な道になります。こっちを進みます。まああいにくここのゴンドラの降り場は視界が悪いんで、かなりちょっと映像としてもあまりいいものじゃないような、まあ、そんな気もするんですけど、まあとりあえず一応全コース今日は多分時間的に滑れると思いますんで、まあ、ご覧いただければなと、まあ、もう少し時間が経って霧が晴れてくれれば綺麗な感じでね見られるんですけど、まあ、ここも結構やっぱ視界が悪いんでこの時間人少ないですね。こんな感じですね、まあ、さっき最初にしんどいコースやったんで、ここはなんてことない、そんな感じです。でも雪は本当にあの昨日よりもこうなんか降ったやつが溜まってるって感じで、結構あの圧雪されてる中でもあの路面は結構柔らかいのですごい滑りいいです。ここでちょうどこのゴンドラをくぐります。まあ、この軽い感じで滑ってる分にはすごい楽なので、こんな感じでタラタラ喋りながらも、降りられます。ここからはもう白樺コースかな、初級のコースになります。ちょっと人が増えてきます。もうほぼ平らなんで喋ってるとスピードが出るんで、こう口が乾いちゃうんですけど、顔までも結構冷てえかな。あ、人多いな。ぶつからないようにやります。うん、結構でもこの辺も雪自体は柔らかいんだよな。ここまで来るとまあまあ景色は見られるかな。またね、でもこれがちょっと下の方に行くとまたさらにガスってるっていう、今日は不思議な感じです。ここはもうすごい両サイドもかなり広いので、まあ自由に練習したり、あのターンの練習だったり、まあボードでもあののんびりやって大丈夫だと思いますけど、さっきなんかも結構こう視界が取れないんで、そうするとあの真ん中にコースの真ん中に座られちゃうと突然ぶつかったりとかするので、まあそこはあの気をつけてくださいっていうアナウンスがありましたね。はい、ガスってるんですけど、
ちょっとここでアプリの紹介をします。普段ですね、私これ、滑っててスノーウェイっていうアプリを使ってます。スタート前に起動させれば、自動的に標高とか滑走時間、滑走時間というか、移動時間とリフトの本数と滑走本数と、あとこれですね、滑走距離と、スピード、これ瞬間スピードなんですけど、これを表示してくれるアプリです。ヤマップとかヤマレコとかって、ハイキングとか登山する人アプリ使ってると思うんですけど、あれだと移動距離、要はこうやっててリフト乗ってる時間と、滑ってる距離が両方記録されてしまうので、動いた距離を示す方がいいのかなというふうに思ってますので、スノーウェイ、これ無料なんですけど、これ結構おすすめです。ヤマップのレポートで僕他の人の要はレポートよく見るんですけど、あれはこのリフトに乗ってる距離も入ってるんで、いや実際滑った距離じゃねえだろうっていうふうに見てて思うんで、結局トータルの距離の半分ぐらい滑ったのかなと、そんな感じで、こう標高差とかも出るので、いいのかなというふうに思ってますし、一つのこう目標として今日どれぐらい滑ろうとかっていうのを随時分かるんで、ちょっとおすすめですね。必ず滑り出しと、あと車なんかに戻ってきた時に停止ボタンを押せば、その日の記録っていうのが分かると思うんで、ぜひ使ってもらえればというふうに思ってます。はい、晴れてるんでスーパージャイアントの、途中まで行くことにします。危ねえ、やっぱ晴れてる方が撮影というかね、こう見る側としてはいいと思うので、この辺でちょっと滑った様子でも撮ろうかなと。全然人がいねえからここ結構いいです。でもね、やっぱり残念ながらこの下はもうすぐガスっちゃってるんで、雲の中に飛び込んでいくような、そんな感じです。でも今日気温もあれなんですけど、本当に風がないのですごい滑る分には楽でいいです。ここから斜面です。全く見えません。この手前の斜面はそんなに苦戦しないんでいいんですけど、奥はもう僕だと立ち止まらないと全然下れないので、撮影ができない、撮影やってる余裕がないですね。ここでも結構ギリギリなんですけどね。とりあえずこれでちょっともう一回、リフト乗り場まで降ります。はい、今ですね、滑走距離が 12.5 キロとなってますので、ここからですね、第一ロマンスの下一番末端までちょっと行って、距離どれぐらいなのか調べてみます。はい、では行きます。多分足がパンパンになるんで、そんな攻めずに降りるつもりです。ちょうどここからもう視界が悪くなるので、次下行ったらまたカメラ回そうかな。ああ見えねえ、もうこんなんすよマジで。本当に突っ込むと前に倒れてる人がいたりすると危ないんですよね。はい、今ですね、尺投げコースかな、降りてきて、三田原と杉の原コースと、なんだろう、交わる分岐のとこですね。真ん中にトリックができるようなジャンプ台あるんですけど、こっちはもうこんな感じ人がいないです。ここ普段は一番、ワイドなゲレンデになるんですけど、多分天気こんなんだからもうみんないないですね。なんとなくでも人いるかな。もうコースが分かってないと非常に危ないぐらい視界が悪いです。
第2高速リフトまだ降りてくるとあと 2.5 キロですね。ここからですね結構晴れてまして、野尻湖左とあと長野道も見えますね。真ん中のところにもう体が相当熱くなってきたんですけど、まあ、ひとまず見えない。はい、この先はもう林間コースみたいなコースなんですけど、ちょっとまた多分霧晴れてそうなんで、このまま撮ろうかなと思います。ここは距離を稼ぎたい人が稼げるコース。今は多分4キロぐらい降りてきたので、まあ、このまま多分また 2.5 キロかだから6キロ半ぐらいになります。まあ、結構この辺はもう気持ちよく降りられるんで、風を感じたい人はベストなコースだと思います。まあ、これでも多分40キロから50キロぐらいスピードは出てると思います。まあ、慣れてる人はこうやって片手にカメラ持って喋ることができると思いますけど、まああんまりこう足元には力入れずに転ばないように構えてるだけっていう、まあ、変に力入ると疲れるので、まあ力抜いて、まあ惰性で滑ってます。この先が平坦でね、結構板止まっちゃうんですよ。だからもう一気に行かないとボーダーの人はね、ちょっとねこの先辛いです。温泉街の方に出ますので、まあ、こんな感じで結構平らです。はい、第一ロマンス乗りました。 18.9 だから 2.5 6キロ半ぐらいやっぱありますね距離。はい、ちょっと視界悪くなっちゃったんですけど、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。まあまだ、今日2月5日、まだ2月始まったばっかなんですけど、まだ昨日今日の今シーズンですね、昨日今日しかまだ滑れてないので、まあ、今月来月、まだ期間あるので、何か所かまたスキーで、滑りに行った様子を、まあ、こんな感じで解説しながらお届けできればなというふうに思ってます。今後もですね、ぜひチャンネル登録と、高評価いただければ私の制作の励みになりますので、まだ未登録の方ぜひ、登録ボタンクリックいただければ非常にありがたいかなというふうに思ってます。では本日の動画は以上です。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。